大事だ。大の嘘は。さん、はい。日本の借金っていつなくなるんですか？はい、なくなりません。なくす必要もありません。これ別に借金じゃないんですね。人間は寿命があるんで、死んでしまうと借金残るんで、それを子供や孫の代に残すのかっていうよく議論がされるんですけど、会社も国も永続です。だからこれは借金ではなくて、まあある意味国債発行ってのは政府債務と呼ばれるんです。国が抱えてる借金で、国民の借金ではないので、何も恐れる必要はありません。逆に言えば、日本は円を自国通貨として発行して、日本国内で使って、しかも国債というのは9割以上国内で消化してます。こういう仕組みの国は財政破綻はしないということを財務省自らが海外に発信してますから。だから逆に言うと、これを外に言っておきながら、国民には財政破綻するから増税だ、二枚舌ですよね。こんな財務省の嘘は許しちゃダメです。